野村古道作、池田大輔光明町より、黄金器物。父親の書き置き。旦那様、お手紙でございます。美濃は一陣の訓風と一緒に入ってきて、池田大輔のそばへ一風の手紙を差し置きました。お、父親のお手だ。持ってきたのは 使い屋でございましたがすぐ帰りました。美濃はそう言いながら、飲み差しの茶碗をひいて、静かに立ち去ります。座り直した池田大輔、心静かに封を切って読み下しましたが、たった最初の一行で顔色を変えてしまいました。牛込に隠居している父親の大五郎から、お屋敷の仏像を失い、大恩人にも愛すまず。 我が子ながら出世しているお前に合わせる顔もない。万一の場合は後弔いを頼みいる。黄金物はとても買えるまいが、癖物がわかったら仇を打ってくれ。と、こう書いてあるのです。センタロウ。大介は立ち上がりました。ええ。飴屋のセンタロウは、近頃ここから動こうともせず、庭を吐いたり水を汲んだり、美ノと一緒に大介の世話を焼いていたのです。 お前は牛米の家を知っているかとっつゃんの家かいそうだ。目をつぶって四つんばいになってもいけるな。時々お使いに行って、小遣いをもらってくる味を知っております。飛んで行って父上を怒らせろ。ふ<う>一国一瞬の猶予もならぬ。父上様は江戸育ちで一国物でいらっしゃる。私の顔を見るときっと障害を急ぐが、 腹を立てるとしばらくは死ぬのを忘れるに違いない。父親を思う一年、まつげに火のつくような気球の間にも、池田大輔の知恵は飛躍的に動きます。とっつんが腹でも切るというのかいだから急ぐんだ、仙太郎。そいつはそそっかしいや。面食らって腹なんか切られた日にはたまらねえ。頼むぞ、仙太郎。私も後から行く。万一仙太郎が間に合わなかったらどうなるでしょう それを考えただけで大輔の心は真っ暗になります。心得た尻を走ると突っかけた投げなたぞウ猛烈な土ぼこりを上げて、おすきやばし南町奉行役宅から、牛込の神楽坂裏へ、通り魔のように、飴屋のせんちゃんは飛びます。ここで少しばかり、池田大輔の生い立ちを説明すべきですが、 それは講談や落語でも知られていることですから詳しいことは省き。池田大輔は桶屋の子で、子供の時から知恵がたくましく、近所の子供と大岡さばきごっこをやって遊んでいるのを、当時江戸町奉行になったばかりの大岡越前の守忠介に見出され、その知恵のたくましさと人柄の良さを愛されて、十年の後には蕎麦用人にまで登用された。 これだけは書いておかなければなりません。父親の大五郎はおケアをなし、女房お市と一緒に、神楽坂裏の下田屋に隠居し、へぼ将棋と盆栽を相手に、気楽な余生を送っていたのですが、それが死なねばならぬほどの大事件を弱気したというのは、知恵のたくましい池田大輔にも、どう考えても合点がいかなかったのです。 腹切り場を荒らす少年。やいデコボクじじい、るかせんちゃんはつむじ風のように飛び込みました。おすきや橋からここまで、市販時で駆けつけたのです。お、セんたろうか何しに来たたび扉まで羽織って仏壇の前に女房のおいしと押し並び、心静かに最後の念仏を唱えている大五郎は、 土足のまま飛び込んできた飴屋の小僧を、さすがに安からぬ心で眺めやりました。親方が腹を切るところを見物に来たんだよ。そんな罠は気度線を出したってめったに見られる白物じゃあねえ。仙太郎は土足のまま畳の上に踏み裸かって、精一杯わめき散らします。小僧なんて口をきくんだ。そりを脱いで座れ。大五郎は少し顔色を変えました。 京族への上には担当まで用意して、何様不穏の空気が家中にみなぎります。親方、中心蔵の芝居を見たことがあるかいなんだと変死の役人は将棋に腰をかけて威張っているものさ。草履を脱いで座るというのはないぜ。さあ、威勢よくやってくんな。桶屋の腹切りだ。やり損じたらタガをはめる。黙らねえか、小僧。 なんという口の悪い奴だ。口は悪いが分別はあるな。シアンにくれて腹なんか切るハゲ頭とは訳が違う。野郎、動くな大五郎はつ然として立ち上がりました。歳こそ取っておりますが、血の気の多い江戸の職人がこれほど馬鹿にされては、相手は子供でも黙っていられません。動かずにいてやりてえが、 あらきり野郎とは付き合いたくねえよ。ちくしょう。三枚におろして隅で食ってやる。待ちやがれ。ここまでおいでだ、甘酒心情。千太郎は、そのまま外へパッと飛び出しました。あれお前さん、子供と喧嘩なんかしてみっともない驚いて止めるお市の手を振り切って、肩び扉を羽織ったまま、大五郎も続きます。やーい。 大きな猛者が飛び出したよやろう !61 歳の老人と13歳の少年と2匹の犬っころのように路地の外へ飛び出したのです。こうなると江戸っ子の大五郎腹を切ることなどは遠の昔に忘れております。駆けつけた大輔。あ、父上様。大輔か、あの小僧を捕まえてくれ。 足を取ると気ばかり焦っても足が思うようにならないからあんな小僧にまで馬鹿にされる。父上、落ち着いてください。千太郎の無礼にも訳があります。ちょうど駆けつけた池田大輔、荒れ狂う父の大五郎をそっとだけすくめるように、路地の中へ入りました。真昼の神楽坂で相当人立ちもしましたが、武家が中へ入ったと見ると、さすがに遠慮してバラバラと散りました。 どんなわけがあるか知らねえが腹を切りかけた人間を馬鹿にするという方があるものか。ものがわからねえにも程がある。千太郎はそのご障害を止めるために心にもない無礼を働いたのです。私に免じてどうぞ許してやってください。あの通り謝っております。大介が刺すと、なるほど、つい今しが方まであんな肉体なことを言った千太郎は、路地の底に小さくなって、 上目遣いにこちらを見ながら、いじらしくも、ひょこひょこと、頭を下げているではありませんか。不定小僧だ。今度うちの中へ入ったら勘弁しねえぞ。照れ隠しに睨にみ回しながら大五郎は、それでも素直にせがれの大助と一緒に家の中へ入りました。まあ大助、よく帰ってきておくれだね。 私が何と言ってもお父さんは聞き入れてくださらない、処方への申し訳、この上の恥を大きくするより人思いに死ぬんだと言ってね。私まで一緒に死んだら、お前はさぞ嘆くだろうと思ったが、三十年近くも連れ添って私だけ生きているわけにもいかないし、本当にどうしようかと思ったよ。大助が来ると止めるに決まっているから、お前の顔が路地を入ったら、 皮膚のみであい口を突き立てろと言うんだもの。母のお市は大好きを見ると、いっぺんに気が緩んで、子供のようにポロポロ泣いております。うるせえ、ババアだ。まだ助かったわけじゃねえ。黙ってろ。江戸の職人の腹の切りようを侍になりたての大介にこれから見せてやろうと思っているところだ。大五郎はまだこんなことを言っております。 どうしたのです、父上。いや、お父さん。腹を切らにゃならないのなら、決して止め立てはしません。せめて、その訳をおっしゃってください。及ばずながら、解釈もしましょう。大介は、そう言いながら、静かに顔を上げました。こうでも言わなければ、素直に言うことを聞く親父ではありません。よし。さすが俺の子だ。よくわかった話だ。 ババアのようにギャーギャー言われると意地でも腹を切りたくなるが、お前のように話がわかれば、言って聞かせる張り合いもあるというもんだ。聞いてくれ、大輔、こういうわけだ。大五郎はようやく落ち着くと、静かに語り始めたのです。紛失した黄金物。大輔の母、お市は、今から三十年前。 役高を合わせて、五千五百国の大旗元、当時、西丸大御番頭を務めていた、伊坂行部の奥方。お梅の方に仕え、娘のように可愛がられましたが、お暇をとって、お家屋大五郎の女房になってからも、暑さ寒さ季節季節には顔を出して、後取りの伊坂淡路の神とたった二人になって、寂しい皇室。 お梅の方を慰めているのでした。三四日前、暑さ見舞いに佐渡原町の居酒屋敷へ行ったお市は、何心なく放室お梅の方に、異通で難重していることを話すと、それでは先祖の居酒早戸主将が、大阪の陣抜群の働きで東商校から配慮した、諸越伝来の金無垢観音像を貸してあげようと言い出したのです。 これは講義にも書き上げになった居酒家の重宝で、年に一度講義の品調べのあるものですが、その代わり一回り七日間の願を込めると、胸の病気ならどんな難病でも治ると言われたありがたい黄金物だというのです。この黄金物の由来は、お市もよく知っております。あまりのもったいなさに一応は断りましたが、お市思いの皇室お梅の方が、 主人、淡路の神に内々で立って貸してあげようというので、お市も自分の病気の苦しさに負け、とうとう拝借してきて、そっと仏壇に収めたのでした。主人、大五郎にそれを言えばよかったのを、あまり大げさな品を借り出したので、つい言いそびれ、それとはなしに願を込めて拝んでいると、今日の昼過ぎ、お市は所用あって神田まで出かけ、 留守の大五郎は、取られるものもない心安さに、隣の娘に一声頼んで、これはかぐら坂まで将棋友達のところへ遊びに出かけたのでした。七つ過ぎ、二人前後して帰ってみると、うちの中は散々鳴らされて、仏壇の中にそっと安置した黄金仏が紛失しているではありませんか。あ、ないお市は腰を抜かしてしまいました。 何がないんだバカめ。何にも取られやしないじゃないか。それとも、亭主の俺に隠して取らぬ子でも持っていたのかいそれどころじゃありませんよ。お市は一部始終を話しました。居酒家の黄金物がどんなに大事かを知っている大五郎は、さすがに呆然として、しばらくは口も聞けません。なんてことを仕がるんだババアのくせに。それがなくなったらどんなことになるかわからないはずあるまい。 拝借するのも間違っているが、拝借したらこうこうとなぜ俺に言わなかったんだ。大事なものが仏壇にあるとわかれば平ボ将棋などを写真に出かける俺じゃねえ。大五郎膝を叩き、胸をかしむしって悔しがりましたが、今更どうすることもできません。どうしましょうお前さん。大助へそう言ってやりましょうか。とお市。バカめ。 いや石の仏なら出る見込みもあるだろうが、金無垢の仏様は潰せばすぐ金になるじゃねえか。大助が奉行様を引っ張ってきたってわかるものか。それより一らしが世間へ知れ大公儀の耳に入ると、伊坂様のお家は取り潰しだ。ご皇室様も生きちゃいなさるめ。災難と諦めて腹を切れ。お前さん、そりゃ。二人ここで死んだらせめてもの五連瓶というやつがあら。 ご皇室様も死なずに済み、居酒様のお咎めも軽くて済むかもしれねえ。大五郎は一国者で正直でした。こうと思い諦めると躊躇も思案もありません。あまり気の進まない女房のお市にも今日肩びらを着せ、使い屋にせがれへの衣装を頼んで、詳しい事情は別に居酒淡路の紙に当てて書き、心静かに最後の念仏を唱えていたのでした。 センちゃんが飛び込んで荒らしたのは、その時です。威牌の後ろへ。こんなわけだ大介。死ぬのも無理とは言うめえ。褒めてくれるなよ。大五郎はさすがに安全として、右手にはもう合口を取り上げておりました。父上、いや父さん、昔のようにこう呼ばせてください。 父さんが腹を切ったら、その黄金物は出てくるでしょうか大助は落ち着いた声で、こう問い進みます。何を言いやがる。仏様が出る見込みがありゃ、死ぬ覚悟なんかするものか。意地や我慢じゃ腹は切れねえ。それじゃ、仏様が見つかりさえすれば、死ぬのはやめてくださるでしょう、父さん。そうとも。今、ここですぐ見つかりゃあもんかねえ。 最もっとも三年経ってから見つかったんじゃ、いざかさまへ傷がつくぜ。それは心得ております、父さん。その黄金物を拝借したのは、七日の間願を込めるためでしょそう,うだよ。するとまだ丸三日あります。黄金物のことは誰にも漏れないようにしておいて、死ぬのを三日待ってください。うん、今切っても三日経ってから切っても、 腹を切る味に変わりはありません。三日間に守備よく黄金物を探し出したら、父さん、百まで生きてください。何はやがら、そんなに生きなくったっていいぜ。大五郎は玄骨で涙をかなぐりかなぐり、苦笑いをしておりました。カッと取りのばせて切る気になった腹が、大せがれの大助に切破されると、全く少しばかり早まったようでもあります。 いくら潰せば金になる品でも、こしから渡った尊い観音様の像を金槌で叩き潰す罰当たりもないでしょう。何もお笑い草。父さん、私の探索ぶりを見てやってください。これでも近頃は大岡様の褒められものですよ。池田大介は生まれてから初めての自慢を言うのです。それじゃあ任せよう。四日目には伊坂様へお返しする仏様だ。 日言を間違っちゃならねえぜ。父さんのオケじゃあるまいし。かめ。大助に釣られて大五郎もつい笑います。母親のおちは、ようやく助かったんども加わったのでしょう。物も言わずに泣き伏しました。やーい、とうとう負けたろう。ほら、りは日のべかい縁側から覗く小さい顔。雨屋のせんちゃんは、 まだそこに粘っていたのでしょう。センタロこれ以上無礼を申してはならんぞ。と大介。ちぇえ、勝手だぜセンタロは、ふるりと背を向けました。ところで、お二人がお出かけの前まで、確かに仏像は仏壇の中にあったのでしょうな。大ケは事務的に運びました。それは確かだよ。私が出かけるとき、おいはいの後ろにあるの。 わざわざ手を入れて探ってみたくらいだから。と、お市。そんなことをなさるから悪者に狙われますよ。と、大輔。とにかく、留守を頼んだお隣の娘とやらに会ってみましょう。父さん方がここへ越したのは近頃だから、私はまだ会ったこともありませんが。出戻りだということだよ。若作りだがもう三十近いかもしれない。お市は宙を入れました。 その娘に仏像の亡くなったことは言ったんですか、おっかさん。と大、大介。言わないよ。居酒様のご迷惑を大きくするだけだから。ただ、留守に少し家の中を荒らされたとは言ったけど。それはいい塩梅でした。どれ大介は立ち上がりました。隣の娘、おきよ。ご、今日の家へ行くまでもなく。 隣の娘の清は向こうの方からやってきたのです。おばさん、どうかしたんですかおじさんが教びらを着て駆け出したって、町内の評判ですよ美しいが、音曲をやる人らしい、サビのある声です。相変わらず、そそかしい人でね、何でもないんですよ。お市が障子を開けると、恐ろしく若作りですが、27、8よりは下に受け取れない女が、 狭い庭に立っておりますお。女はたじろぎました。座を立って静かに縁側へ出た池田大輔の立派な人柄に驚いたのです。私はここのせがれ、大輔と申します。私は清と申します。おじさまおばさまのお世話になっております。さすがにとしまらしく落ち着きを取り戻して。 素直に挨拶を返しました。少し聞きたいことがありますが。大介は縁側に片膝をつきました。えはい。目を見張ったおよ。親父が出かけた後で、誰かこの路地へ入らなかったでしょうか。来ましたよ。ラウヤと地上売りと、それから豆腐屋と、それからもう一人、誰かお勝手口から覗いたものがあったようでしたが。 なるほど。なんか亡くなったものでもあるんでしょうか。娘はさすがに心配の様子です。大介の様子が真剣なのと、さっきからの騒ぎで事情がわからなくとも、うすうす聞いていたからでしょう。いや、大したものではないが。大介は腕をこま抜きました。五千五百石の旗本を起こすか倒すか、その上皇室を埋めの方と自分の両親、 三人の命にかかる事件では、決して大したことではないとは言われません。その思い入った顔を見ると。でも、不思議なことがありましたよ。それを申し上げておこうと思ってきたんですが。お清は芝居の娘方のような身振りで、後先を見やりました。不思議なことというとおじさんが出かけた後で、路地の中に喧嘩があったんです。え喧嘩 それがおかしいじゃありませんか。お清はごくりと固唾を飲みました。一体何を言おうとするのでしょう。疑わしき人々。隣の娘、お清の話は、大介が考えたよりももう一倍回帰なものでした。路地で喧嘩をしていた男が二人、いきなり殴り合いが始まったと思うと、 一人は出し抜けにこの家へ飛び込むんじゃありませんか。どんな男でした常人風の若い男でしたよ。表から入って、隠れ場所でも探したのでしょう。しばらく中でごとごとしていましたが、もう一人の男が、やい、出てこい、出てこなきゃこっちから入っていくぞと言って、続いて家の中へ入ると、先の男は裏口から逃げ出し、後の男もそれを追っかけて飛び出してしまいましたよ。 なんか取られたものでもありますよ、おばさん。お清は思いのほか達弁にこう説明しております。美しいというほどの娘ではありませんが、物言いから体の扱いようが派手で、何から何まで芝居の娘方を思わせます。その男はうちの中に長くいたでしょうか大助は、桶屋大五郎のせがれに帰った心持ちで、 こう、丁寧に聞き返しました。タバコ二服も吸うほどもいたでしょうか。二人とも町人風でい,いえ、後のは遊び人風の男でした。小粋な威勢のいいふ、うん、遊び人風。大輔はうなります。大輔、泥棒はその野郎だよ。こんな狭いうちだもの。 金目のものを探す段になれば誰だって第一番にお仏段に目をつけるから、ばあさんの隠した仏像なんぞをすぐ見つかるよ。親父の大五郎も、せがれの真似をするともなく、少しばかり知恵を働かせました。父さん、それは一応もっともですが、タバコ二服吸う間にこれだけうちの中を荒らせるものじゃありません。タンスの中から引き出した小袖のたもとまでひっくり返してあるじゃありませんか。 なるほどな。どうもせがれの方が知恵では上手です。セ太郎。ロへい大介は入り口の柱へ指につばをつけながらヘヘノのモヘジを書いているアメヤのせんちゃんを呼びました。ここへ来い。ダメだよ。何がダメだ親方が目を向いてるぜ。そばへ行くとあの金尺で食らうされるんだ。 千ちゃんはまだ安全としない大五郎の方を上目遣いに見ているのでした。よしよし、それじゃあ俺の方から行こう。大好きは入り口へ顔を出して、何やら千太郎に言いつけ、また奥の縁側へ引っ返しました。すると、悪者はやはりあの地上売りだったでしょうか。いい男でそんなことをしそうもなかったのですが、と、お清は続けました。 その頃、江戸を商売して歩いた扇の地紙売りは、大概道楽者の落ち果てたので、様子をいいのを資本に物持ちなどに呼び込まれると、器用に扇の地紙をたたんで売って歩いたのです。それは一人でと大輔。ええ、たった一人でした。それとも、あのラウヤの親父でしょうか。うるさいほど笛を鳴らして市半時無路地の中にいたようですが。 それも一人でしょええ、一人でした。マキルの神楽坂浦、一人で入ってこれだけの仕事はできない。外で見張っている相棒があったはずだ。大介は独り言ともなく言うのでした。では、やっぱりあの豆腐屋かしら。小僧さんを連れてついぞこの辺で見かけない豆腐屋でしたが、路地へ入ってどこで買った様子もないのに、随分しばらく経ってから出て行きましたが。 およの話は次第に大介の壺にはまっていきます。ありがとう。それで大方わかりました。路地で喧嘩をした人間と豆腐屋の新しい顔を探したら大方見当がつくでしょう。大介は寂しくにっこりしました。その自信のない顔は日頃の大介と何という違いでしょう。親の命をかけた事件だけに なんとなく気遅れがしたのかもしれません。大助の嘆き。何を取られなすったのです、おばさん。お清は重大な空気に怯えたように、そっとおの袖を引きました。何でもありませんよ。でも、お留守を頼まれたのは私ですから心配でなりません。 どんな品を取られたのでしょう教えてくださいな、おばさん。でも。言いしる母親、それを書き抜けるように。お母さん、申し上げても構いません。せっかくあんなにおっしゃってくださるんだから、それとも私から話しましょうか。大介は、その修麗な顔を、お清の方に向けました。実は、身にも命にも変えられない品を盗まれたのです。 たる五体家の重宝で、大講義から毎年品調べのある、こし伝来の黄金器物。母が持病兵与の祈願を込め、拝借して仏壇の奥に安置したのがなくなりました。もあ<お>、その黄金物が出なければ、いや、出ても万々一傷でもつけば、その五体家は取り潰し、母に尊像を貸してくだすったご母堂も生きてはいらっしゃるまい。 ご恩になった方々の一心一家に関わる大事。父や母が自害する気になったのも無理はありません。ことによれば、せがれの私が解釈してやることになりましょう。せっかくお好きばしから駆けつけても、両親の命を救うこともなりません。そんな。打ちひしがれたように池田大介。その沈みきった顔にも、正気のない声でもなんとなく、 必死の心持ちがみなぎります。せめて日の暮れるまで、この大助の知恵の限り、命の限り、黄金秘仏の行方を探しましょう。それでもわからなければ、私も白目を着て両親の死でのお供をするほかはない。おきいお殿とやら、愚痴を申してすまぬが、打ち明けて申せばかようなわけでしてな。大助は腹を切った縁やハンガのように、 畳の上へ、がくりと手を落としました。背に迫る死神に、お清は身を震わせました。おじさん、おばさん、短期なことをなすっちゃいけません。黄金秘物とやらはきっと出てきましょう。お清は急に立ち上がると、物に襲われたように、裏木戸をくぐって自分の家へ駆けつけたのです。その後ろ姿を見送って、 大輔、お前も死ぬ機会黄金器物は見つかる見込みはないのかい母のおちはたまりかねてにじり寄りました。お母さん、静かにしてください。今面白いことが始まりますから。と大介の言葉の予想外さ。それどころではないよ。私やお父さんは年寄りだし。 この先生きていたって大したかんばしいこともあるまいから死んでも惜しい人間ではないが、せっかく大岡様のお情けで死分にまで取り立てられ、そんなに立派になったお前が私たちと一緒に死ぬというのは、お母さん。大助の調子には幼い日の響きがありました。い,いえ、どんなことがあっても私はお前を殺しはしません。黄金器物がなかったところで、 お父さんと私が死ねば、いえ、私一人だけ死ねばいいんだから。お市の目は濡れておりました。大介の打ちし折れた絶望的な様子を見ると、心の底から母性愛が蘇ったのです。何はつまらねえ。ババアなんか死んだって誰が驚くもんか。俺が死ななきゃこの舞台の幕は知ってるものか。 大五郎はまだこんなことを言っております。そこのそこ、裏の裏。待ってください。あれはみんなはかりごとでございます。大輔は声を潜めて、必死と両親を抑えました。何はかりごと難しいことを言うぜ。何がはかりごとなんだ公爵好きらしい大五郎は、 少しばかり乗り出します。聞いてください、父さん。私はあの娘を見た時から変だと思いました。出戻りにしてもあんまり物事に慣れているし、それに。大介はこう言ってあたりを見回しました。誰も聞いてはいませんね。大丈夫だ、大助。その先は話してくれ。留守を頼まれてうちが荒らされたというのに、あんまり驚いた様子もしません。いいえ。 あの子は随分驚いていたよ。私は縁側へのけぞるのかと思った。と、お市。あれはみんなお芝居ですよ。芝居で驚いた仕草をするときは、あんな具合に大げさな身振りをするでしょ大助は、その頭の良さを見せます。では、あの子が取ったというのかいそんなことは言いませんが、とにかく、疑いをかけさせる人間が多すぎます。 最初は町人と遊び人の喧嘩で、それがこんなに荒らすはずがないというと、地上売りとラウヤが出てきて、一人ではないというと、豆腐屋がおかしいと言ったでしょう喧嘩をしてよそのうちへ飛び込むのも変ですが、新顔の豆腐屋が路地へ入って市販時もいるというのもおかしいとは思いませんかなるほどな。それにあの子は取られた品を前から知っていました。なんだと 仏壇の奥から持ち出したと聞いたら、大抵は金を取られたと思うに決まっていますが、あの子は最初から、取られた品とか取られたものと言って、一度も金とは言いません。大助の命地は、鏡に物を映すようにはっきりしております。ふてえ、アマだ。俺が言って知ったててくれ。お前の配下のご用聞きでも呼んでくれ。立ち上がる大五郎。 気の早いことでは相変わらず人に引けを取りません。待ってください、父さん。本当に路地に喧嘩があったか、地紙売りやラウヤや新顔の豆腐屋が入ったか、その辺でよく聞いてきましょう。そんなことなら俺が行く。日本雑誌の侍がそんなことを聞いて歩こうもんなら、長屋中の人が肝をつぶす。大五郎はそう言いながらも飛び出しておりました。 熊五郎とその娘。父さん、お願いだからそれを返してください。お隣のおじさんやおばさんは死ぬ覚悟しているじゃありませんか。あんないい人たちを殺しては後の思いが恐ろしい。お清は自分の家へ帰ってくると、いきなり父親の手にすがりつきました。その手の中には、三たる黄金器物が大事悲の眉を垂れて、 五十絡みの凶悪な親父を見つめているのです。何を嫌がる。あのせがれの池田大輔にはどんな無ごたらしいことをしても感情しきれねえほどの恨みがあるんだ。こんな物体一つで親子三人退治できりゃ、もっけの幸いというもんだ。かわいそうだと思うなら念仏でも唱えてな。黙って見てるがいい。でも父さん、それじゃ罰が当たります。 お隣の人たちばかりじゃなく、お主筋のうちも潰れるという騒ぎですもの。およは必死と争い続けながら、父親の手から黄金秘物を取り上げようとしましたが、まだ十分体力のある父親には、力づくではとても叶いません。ねえいちこんな仕返しを言い出したな、てめえの口じゃないか。池田大輔は尺に触るが、南町奉行役得にいちゃあ手の出し,しようがねえ。 せめて、かぐら坂裏にあるその親の大五郎の隣に住んで、檻を見ては仕返しをしてやりてえ。それがせめても、叔父ではあり、座頭ではあり、長い間世話になった、新弁祭天来師匠への恩返しになるんだって。でも、父さん、その仏像一つが、これほどの騒ぎのもとになるとは知らなかったんですもの。大家を一つ潰した上、仏様のようないい人たちを、三人も四人も殺しちゃう。 私はそりゃ恐ろしい。これから先一日も一晩も気の休まる暇もないだろう。お清は必死と争い続けながら、涙さえ流して書きくどくのです。これがいつぞや池田大輔に縛られて、処刑台に登った南蛮手品の新弁祭天来の命で、その一座の花形であった新弁祭天上とその父親の熊五郎とは、 池田大輔も気がつかなかったでしょう。おすきやし役宅にある天女のおみのを連れてきて、一目この親子を見せたなら、たった一度でその桜見を見破ったことでしょう。今となっては、お清の様子から、多分芝池を見出して、精一杯の警戒をした大輔の聡明さが、せめてもの手柄だったのでしょう。赤のことを嫌がれ。いちいち相手に慈悲をかけたり、来世や明日の日が恐ろしくて。 人並みの悪事ができるものか。この黄金器物を叩き売れば十両や二十両にはなるだろう。今持ち出して足がついてもバカバカしいから、隣の三人が腹でも切ってからゆるゆると古道具屋にでも持ち込もうか。ボンド払いにはまだ遅くねえ。父さん、それだけはよしてください。万一知れたら命がけ。何をくだらない。 知れないように流しの空き巣狙いと見せかけ、わざわざ手数をかけて内情を荒らせておいたじゃねえか。豆腐屋からうやでも探しているうちにしびよく日が暮れら池田大助離婚そうなつら明日って、私物が隣へ出かいちゃうだ気がつくねえ。いずれは俺の飲みしろになるありがてえもんだ。へっへ悪くねえ人相だぜ。父さん、そんな無法なことを。まあねえ。 無法なことをさせた名前じゃねえか。今更後悔ずらをしたっておっつくものか。だって、その仏像は傷一つつけても大勢の命に関わるということ大事な品とは知らなかったんですもの。ほんの少しばかり困らせてびっくりする顔が見たかっただけのことじゃありませんか。なに傷一つつけても大勢の命に関わる。さいつありがてえ。 池田大輔はただの御用聞きじゃねえ。生きてさえいれば、いつかはここに仏様があると気がつくだろう。その時の用意にもったいねえが、仏様の手でも足でもぶっかいてやら。間違いもなく兄貴の仇を打つには、そいつが一番近道だ。熊五郎は手を伸ばして、棚の上の金槌を取ろうとするのです。あ、父さん、そんなことをしちゃうめちゃめちゃに取りすがる大きいよ。 親子はもう時も場所も忘れて必死に揉み合いました。叩き割った黄金物。ええー、世話をやかしやがる。しばらく縛られているがいい。父さん、お願い。どうぞそれだけはよしてください。仏様の罰が当たります。罰を当てるほどの仏様なら、今まで新人不景俺に貧乏させておくものか。父さん。 二度も三度も突っ転がされながら、必死と起き上がって、棚へ伸ばす父親の手を押さえましたが、とうとうキリキリと縛り上げられて、わずかに口が動くだけ。ええ、邪魔だ、うん、うん、ん旗と蹴飛ばすと、父親の裾をくわえたまま、起きようはもろくも気を失います。 熊五郎はそのまま娘の体を引きずって棚の下へ来ると、金槌を取り下ろして敷居の上へしゃがみました。汚い敷居の上に仰向けに置かれたのは、もろこし伝来の黄金秘物。掘りたての生金のような美しい山吹色が熊五郎の目をクラクラくらくらと椅子組めます。何を自分を叱りながら振り上げた金槌。その下の秘仏は、 光線の具合か、穏やかな微笑をさえ浮かべて、無心の小児のように、熊五郎の憤怒に燃える顔を見ているのです。竹章笑ったなしばらくためらう熊五郎、その振り上げた手を後ろから止めて。おぼ、あぶねえなんてことしやがるんだといったものがあります。なんだ、どこの小僧だ振り返った熊五郎の目は、 血走っておりました。小僧じゃねえ。池田大輔様の家来だ。何を嫌がる。金槌を一振りすると、千太郎はかみを打たれてひっくり返りました。その時はもう半分気の狂ったようになった熊五郎。邪魔の入らぬうちと思ったのでしょう。目をつぶったまま、金槌を精一杯振り上げて、敷居の上の黄金器物をはっしと撃ったのです。 あ父さんその物音に気がついて縛られたまま半夜起きよ。ついで疾風のごとく飛び込んできたのは、あまりの騒ぎに気がついて隣から駆けつけた池田大輔の顔です。いや、黄金秘物はあまりのことに大介も、しばらくは口も聞けません。邪魔まあ見やがれ。物体が真っ二つに叩き割れたじゃないか。 てめえもてめえの両親もこれで間違いなく腹切り者だろう。てめえに縛られて死んだ新弁祭天来の恨みだ。へっへっへっへ。今更二つに砕けた物体を継いでみたって追っつくものか。カラカラと悪魔の笑い、熊五郎は全く復讐期の心になったのでしょう。池田大介も この時ほど驚いたことはありません。黄金秘仏はここにあるとまでは見破りましたが、千太郎に見張らせておけば持ち出す時は知らせてくれるでしょう。いずれ動かぬ証拠を揃えて乗り込もうと思っていた矢先。く者は早くもその機運を察して、毛ほどの傷をつけてもならぬ秘仏を鼻槌で真っ二つに叩き割ってしまったのです。 傷をつけても命に関わると、うっかり言ったのが私の過ちだ。大助は本当にほぞを噛むの思いでした。カラカラと笑う熊五郎には構わず、敷居の両際に転がった黄金器物を取り上げて、茶碗を割った女中のように、思わずそれを継いでみるのでした。ろこし伝来の黄金器物が、 鼻づちで撃ったくらいで瀬戸物のように割れるだろうか。大輔の胸には重大な疑いが芽生えました。驚く大輔の後ろから。どうしたどうしたえ、大輔やっぱり死ななきゃならないのかい父親の大五郎と母親のウイチが心配そうに覗いております。これは赤ですよ、父さん。 これは本物の黄金器物ではありません。偽物も偽物、出来の悪い真っ赤な偽物ですよ。大介の言葉は意外でした。そりゃ本当か、大輔。と父親。こんなもろこし伝来があるものでしょうかどうでこしらえて上へ金メッキをした。大変な偽物ですよ。大介の驚きの声は、 次第に喜びの声に変わっていきます。本物と偽物。黄金器物が真っ赤な偽物。事件は急回転して、思わぬ方面に向かいました。こうなるともう、新弁祭天来親子などは問題でなくなります。大介は両親と千ちゃんを促して、父親の家へ取って返しました。 どうしたことだろうね、大輔。激しい心配に打ちひしがれて、生きた心地もないようにしおれ返る母親のお置をなだめながら。大丈夫。心配なさることはありません。私がきっと悪者を退治してやります。二つに砕けた偽黄金物をひねくり回しておりましたが。ねえ、母さんお屋敷で拝借した時の黄金物と、今の黄金物と同じものでしょうか と、大事な問いいに入っていきます。それがわからないんだよ情けないようだけれど金といっては一部金や小さい金具を時々見るだけで小判もめったに見ることのない私たちだものお屋敷から拝借した仏様が混じりっけなしの金麦だったかそれとも赤のあんこが入っていたのかどうしてわかるものかね そういえば、それに違いありません。前から偽物と変わっていたか、この家へ来てから偽物と変えられたか。その辺のことが分かると助かるのですが。大介は腕を組みました。でもね、大輔、よく考えてみると、私がお屋敷から拝借したのは、もう少しご相公が良かったように思うよ。 金の章は私にはわからないけれど、一心不乱に願をかけたんだから、三十二層揃ったという、尊いお姿だけはよくわかるよ。それでわかりました。母さん、私はそれが知りたかったんです。この砕かれた偽物は、よくはできているが、職人の器用な細工で、本当の、名のある物資の策ではありません。誰か本物を紙に写し取って、 その寸法や顔形の通り職人にこしらえさせたものでしょう。すると、その仏様はこの家へ来てから変わったことになるか。え大助。父親の大五郎は少し景色ばみました。そうでも考えなきゃなりません。吐き出されるような代物じゃねえ。本物は誰が一体盗んでいったんだそれなんです。 お前はわけもなく偽物の行方を嗅ぎ出したくらいだから、本物を盗んだ野郎も分からねえはずはあるめえ。誰がお持ち出しやがったんだ考えてみな。今頃はもう潰しにしてくじ屋にでも払ったんじゃねえのか大五郎はせっかちで猛烈でした。せがれの大助の口から黄金器物の泥棒の名が漏れたら、今度こそは飛び込んでいって、鼻寿司で叩き割られる前に首根っこをひっつかんでくるつもりでしょう。 黄金物をこの家へ持ってきてから誰も気はしなかったでしょうね。大輔は両親を見比べました。この問いの答えが次の大きな手がかりになるわけです。誰も来ねえよ。もっとも俺は昼のうち半分は外へ出てるわ。なあ、ばあさん。大五郎はお市を帰り見ます。あいにくどなたもねえ。お市の顔は苦悩に歪みます。 誰も来たものがないとなれば、従って、黄金器物を取ったものもないわけで。お市はやはり、死んで申し訳するより他にありません。ばばあめ泣くな。死ぬ覚悟ができてりゃあのんきじゃねえか。少し落ち着いて考えてみるがいい。来ないと思っても三日の間に誰か一人くらいは来ていそうなものじゃねえか。と、大五郎。でもねえ。 御用聞きとお隣の清さんが来たけれど、それはもう話が済んだし。それ見ろ。それだけ来りゃたくさんだ。大五郎はそんなことを言いますが、偽物を盗み出した隣の娘清が、その前に本物と偽物を取り替えておくなどということは、先国の父親の熊五郎を牽制した真剣な態度から見ても、全く信じられないことです。 疑いは、お不人。に。おばさま、申し上げたいことがございますが、聞いてくださるでしょうか。ある、おきよさん。つい今しがた、あんな騒ぎを起こした隣の娘が、まだ涙も興奮も冷めきらぬ顔を、恐る恐る縁側へ持ってきたのでした。 本当に悪いことをいたしました。つい古い古い恨みを忘れかねて、あんなに親切にしてくだすったおじさんおばさんにご心配をかけ、もうお伺いのできる顔ではございませんが、体験を困りのようですから、お詫びの心持ちで一言申し上げに参りました。敷居にうつむいた島田が、声と共に震えているのを見ると、大介もさすがに動かされました。 もう、この娘の態度には、作為も芝家も、微塵も残ってはおりません。お清さん、ありがとう。お前さんの父さんが割ってくれたんで、黄金器物も偽とわかり、帰って助かったくらいなものだ。何が幸せになるかわからないよ。あんまり心配したものじゃあるまい。大輔は静かに振り返って、それでも心持ち微笑を見せました。ありがとうございます。 それで私も安心いたしました。ところで申し上げたいというのは、昨日の昼過ぎ、おじさんは将棋、おばさんはお風呂で、ほんのちょっとお留守になった時、お屋敷型の女中風の方がおいでになってしばらく待っていましたが、いずれまた改めて来て、おばさんを喜ばせることがあるから、私が来たことは内緒にしてくれるようにと。 私どもへまで多分のお心付けを下すって帰りました。えこれは実に晴天の霹靂でした。私は黄金仏が仏壇にあると知ったのは夕べで、その時はまだ何にも気がつかず、ほんのお風呂に行った間だけ外から気をつけてあげただけですから、お家の中でどんなことがあったかわかりません。それにそのお女中というのは、 いつもお屋敷からお使いに来る方で、おばさんとは別婚のようだし。おふじさんだよ。お市は口を入れました。ええ、おふじさんとか言いました。おもながでやえばのある。まあ、あのおふじさんがね、まあ。お市はただ驚き呆れるばかり。しばらくは大助の問いも耳に入る様子はありません。 偽物を用意してきてわざわざここですり替えたのは、よっぽど深いわけがありましょう、お母さん。先代行部様お身持ち、ご当主アージの神様のお人柄、ご兄弟、ご隠居梅の方のお心持ちまで、知っていなさるだけを一つ残らず詳しく話してください。大介はいよいよ本腰になって、黄金器物の秘密の奥を使おうとします。そんなことをお前。と、お市。 かまやしません。父さんや母さんの寿命ばかりでなく、五千五百国の大畑元居酒家が起きるか倒れるか、持つか潰れるかの瀬戸際じゃありませんか。母親のうちには、まだその意味がはっきりわかりません。それじゃあ、私は帰ります、おばさん。言いにくくなった様子で立ち上がるお清。お清さん、少しもかまいませんよ。 今となってはお前さんは両親とご主の恩人だ。あの偽の黄金器物を偽と知らずに居酒家に返し、この秋の抗議品調べに持って出たとしたら、一体居酒家はどうなります大助の言葉はもっともですが、そう言われるお清のくすぐったさも一通りではありません。仏像の体内に命、ね。あくる日。 神楽坂裏のお家屋の隠居、大五郎の家には、朝からすだれがおろされて、気中の札が貼られました。女房のお市が昨夜変死と伝わると、あの結構な年寄りがと、驚きもし同情もして、町内五人組をはじめ近所の州は、寄ってたかって、行き届きすぎるほどの世話をしてくれます。昼過ぎには、お市が昔使えたという、 牛込佐渡原町の伊坂淡路の神隠居お梅の方から、お女中お富士を使者として、数々のお供物を下され、お梅の方代理として昇降しました。三十二三、まだ十分美しいお富士は、門服に片化書を、お梅の方から拝借してきた水晶の珠,珠を揉んで、心静かに栄光をする姿は、気高くもまた、 首相な姿でした。それが済むと、狭いながら別室に案内して、着地池田大輔が応対、丁寧な、が、しめやかな追憶を物語りました。お茶を持ってきたのは、隣の娘お、おきよ。おふじはそれを見ると、そっと顔を背けます。ところで、これは内々のことでござるが。 母は思い余ることがあって、障害いたしました。ご存知でしょうな。え予期したうちにも、おふじの顔色は変わりました。母だけではございません。他年連れ添った父親も、母と一緒に死ぬと申し、昨夜からそれを止めるので一難儀いたしました。大介の顔は青白く引き締まって、何とも知れぬ強圧が。 おふじのそびらに加わる心地。そっと振り返ると、後ろはちょうど仏の間。打線口の匂いが強烈に鼻を打つのも、あましく、不気味な風情です。しばらくの間、恐ろしい沈黙があたりを了しました。私は仇を打たなければなりません。母を死なねばならぬようにした人間を探し出し、 思い知らせてやらなければなりません。それは長い間、ご別婚の間からと受け止まりました。死んだ母親の猛衆を晴らすために、ご女性を願えませんかお藤殿。大介は言うべきことを言ったのです。それはもう、私に及ぶことなら。お藤はこう答えるのが精一杯でした。 お聞き及びもございましょう。私は南町奉行、大岡越前の神様御用人を務め、いささか通うのことには慣れております。が、母の死ぬ覚悟を決めたのは、いざか様から拝借の黄金器物が、いつの間にやらすり替えられ、形と寸法はそのままながら、金メッキをした赤の打仏と変わっていたためでございます。<laughs> 黄金器物に間違いがあれば、 私の母親一人の命では済みませぬ。この秋の抗議お品調べの時、淡路の神様、お腹でも召さなければなりませぬ。<laughs> ご当主淡路の神様ご切腹だけで済めば、お席は死後養子を遊ばせても立つ見込みはありましょうが、黄金器物に間違いがあれば、淡路の神様ご切腹よりは、真っ先に居酒家は取り潰しとなります。 伊坂家が断絶してしまっては、御用紙や御義弟が百人あったところで何の役に立ちましょう。そんな、母の仇、伊坂家の暗鬼。私は命を投げ出しても黄金器物をすり替えたくせ者を探し出し、商人ならば貼り付け柱にも押し上げ、武家の者なら爪腹でも切らせます。大助の舌は寸胞の隙もなく、 ピタピタと溶き進みました。息を飲むおふじもう顔を上げる気力もありません。ところで何が幸せになるかわかりません。死災あって、あの黄金器物の偽物を取り落として打ち割ったものがあります。仏像の体内にあったのは作者の命。お藤の顔がさっと青くなったのを、大介は見逃しませんでした。 ばあさん化けて出ろ。偽物を作った職人の名が分かれば、後の謎は半日経たないうちにほぐれてしまいます。店が分かり、使いのものが分かり、寸法と型を持参した注文主が分かり。まあ。何もかもたった一日で手に取るごとく分かってしまいました。私は南町奉行所のものでございます。 これを表沙汰にすれば、偽仏を注文して居酒屋を乗っ取ろうとした者は貼り付け、その使いをした者は所払いまたは遠筒、本物と偽物をすり替えた者は、軽くて打ち首極門が免れません。抗議お品調べのある黄金器物、死翼のために悪用したとあっては、それくらいのことは当然でございましょう。そのような。が、 それでは、伊酒家にも傷がつきます。後のわいを断つためには、悪者を一挙に葬るのもいいことにはそう言ありませんが、伊酒家内輪のことが世上に取り沙汰され、恥太り締まりのために何かとお咎めを受けては、自然ご先祖への不幸にも当たります。いかがなものでしょう、お藤殿。隣の部屋では、カーンと鐘が鳴りました。しめやかな度胸の声。 幸い物資の弟子が偽仏の注文書も持参いたし、使いの者の顔も見知っていると申して、次の間に待たせてあります。あれ、あの小僧がそれで。指さすと縁側のあたりに、職人の弟子といった風の小僧が一人、後ろ向きになって何やら眺めているではありませんか 証拠の品々を取り揃えて、南町奉行所から、辰野口、御氷上所へ回しましょうかそれともそれとも、それともお藤殿の思案で黄金器物の隠し場所へご案内くだされ、何もかも無事に収めましょうかお市さんは死んだ母親へはとへ気の毒ながら、居酒家の安泰のために自分の命一つは惜しまなかったことでしょう 大介は語り終わって、静かに膝へ手を置きました。何万ダブ、何万ダブ。かわいそうなことをしたな、ばあさん。構うことはねえから、エンマ様にお願いしてもう一度戻ってくるがいい。そうして膝掛けに救っている男女の悪者どもを片っ端から地獄へ引っ立てていくがいい。何万ダブ、何万ダブ。 王女なんかはするんじゃねえぞ。マヌケババアメ、きっと化けて出てくるんだぞ。いいか何万ダブ何万ダブ。缶の前へ座って金を叩くお毛屋の大五郎。あたりいっぱいに響き渡らせて、とんでもないことを言い始めました。池田様。おふじは青い顔をあげました。 いかにも私は悪うございました。お許しくださいまし。おふじの手は畳に落ちて、その上に涙がハラハラとこぼれております。闇の乱人。ここで待ってくれと言われたのは、佐渡原町の藪の影。池田大介はもう半時余りも蚊に食われておりました。 おふじは何にも明らさまには言いませんが、本番、居酒屋裏の藪ブまで来てくれたら、お喜ばせすることがあるだろう。と、謎のようなことを言って帰ったのです。やがて四つと思う頃、おやちょうちんの明かりが一つ、酒にでも酔っ払ったように、前からふらふらと近づきました。と、それを合図のように、えい 後ろからさっと切りかけたものがあります。多分前の提灯で大助のありかを照らさせ、注意を奪っておいて後ろから食いを食らわせる計画だったのでしょう。ワカめ、こんなことをしなきゃ穏便に済むものを大助は身をかわして、流れる相手の小手をつかみました。一本背負いの岩石を落とし、ぐーっと目を回すのを冷ややかに見て。たわけたことをすると許さんぞ 闇に向かって叱咤します。それ、物をよすなたてめいつの間に近づいたか、左右前後から四人の黒小束。息も透かさずに切ってかかりました。闇をつんざく白状の刃。ええ、わけのわからぬ奴らその儀ならば容赦はせぬ大輔の奮闘は見事でした。一人を突き倒し、一人をやり過ごし、二人の獲物を取って背打ちをくらわせ。 少し下がって息をつきました。が、それを合図のようにどこから現れたか、幾十とも数えきれぬ御用の超鎮。佐田原町の闇を圧して、八方からひたひたとこの乱闘を取り囲みます。いやいや、あれは何だ手が回ったか逃げろ逃げろ驚いたのは五人の黒装束。一度に刀を引きましたが、もう逃げも隠れもする場所はありません。 あれだけ証拠が揃えば人二人張り付けにするなとも容易だろう。町方役人は筋違い。これから辰の口ご表情所へ回り、野中ながら埋め付け衆へ申し入れよう。さあ。大輔が差し招くと、闇の中に動いたおびただしい人数。五人の黒小族を人質のごとく押し包んで、粛々と動き出すではありませんか。池田様、お待ちくださいまし。 何その袖を引いたのは、お藤でした。殿様ご義天、斎三郎様、お目にかかりたいと申しますが。それを待ちましたよ、お藤殿。母屋は一目がおうございます。こちらへ。誘われたのは居酒家の隣屋敷。居酒斎三郎のささやかな住まいです。 大輔うちょうてん。さあ、母さん、死ぬま似なんか演技でもない。大手を振って帰ってください。ご近所へは、生き返って缶を踏み破って出たと言って。大介は喜びいさんでお隣、おとなり、おきよの家に隠れていた母親のお置を迎えました。もう大丈夫かい、大輔。死ななくともいいのかい死なれてたまるものですか。 今度は本当に100までも生きてください。黄金仏は戻ったか、大輔。父の大五郎も心配そうな顔を出しました。やはり義弟の斎三郎の細工ですよ。居酒家を乗っ取るつもりで肩まで取って偽物を作ったが、お屋敷の中ですり替えるとすぐ知れるから、ここへ貸したのを付け目にお藤を抱き込んで本物と変えたのです。 私がこしらえた証拠を揃えて断じ込むと、私まで抱き込むつもりで、私の目の前にまで金を積みましたよ。あんな悪い奴はありません。もう。それを蹴飛ばして黄金物を取り上げ、間違いのないように、私からご隠居のお梅の方に返し、そこで淡路の神様にお渡ししました。最三郎の悪巧みのことはいちいちは申し上げませんが、あんまり根強く再行するから。 今夜の騒ぎでうすうすはお察しでしょう。おふじはその場から長野おいとま、斎三郎も目通りを遠ざけられました。いずれなんか世間へ目立たないように始ますをなされでしょう。まあ、よかったね、大輔。でも偽仏の体内に命があったなんて言ったときは本当にハラハラしたぜ。嘘も方便だな。大五郎。 お市の喜びはありません。おいら、つまらないぜ。叱られたり、撃たれたり、物資の小僧にされたり。縁側からこう言うのは、飴屋のせんちゃん。まあ、怒るな。その褒美は俺が出してやるから、俺はこんな嬉しいことはない。大介も、なんとはなしに嬉しそうでした。両親の肩から、 必死の重荷を取ってやったことが、どんな手柄にも増して、誇らしかったでしょう。おお、おきよさん泣いているのかお前さんには礼を言いたい。とんでもない。怒ってなんかいるものか。おすきや橋には天女の美濃もいるよ。時々は遊びに来るがいい。大介はそう言って、庭の闇へ、 声をかけました「こんなときに敵でもにくくなくなるものです」。